でも別になんか行方不明になった兄弟みたいな噂も何も聞いてないけどな。え、弱っ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、ってことであれか、村長さんは死んでませんでしたで終わったんやっけ。え、でどうしたらいいんやろ。何しにどこに行くんだ。密室犯罪だなんて、寒い寒い村始まって以来の大事件でしたよ。いや、怒ってないんだよとにかく事件が無事解決してよかったよかった。村長さんも元気で何よりです。疑われちゃったマリオさんは災難でしたね。そういえばなんか謎の人物がうろつきよるみたいなの言ったけど、そうよ、あれよ、それが多分コアッパよねっていう。で、そいつは、やっぱりあなたは犯人じゃありませんでしたね。村長さんもただ気絶していただけだったんだとか。だったら私が見た怪しいやつは何なんでしょう。全然関係ない？なんだかがっかりです。ほら、怪しいやつはやっぱりまだおるんよね。どこにいるんだその怪しいやつとやらは。ん、なんか曲がってる。え、なんかめっちゃ木埋もれとるやん。あ、やば、これ全部雪が積もっとるってこと？でもこういう光景なんか冬のニュースで見るよ。もちろんこっちの方、え？そういえばなんかあったな。待って。もうやっつけた後やったっけ？そう、凍って、え、かわいそうじゃないみたいなとこで終わったんやっけ？待って、記憶がスポーンと抜けているな。そういう感じで終わったんやっけ？何もできないな。やっつけた後か。じゃあね。そっか、やっつけて、回復しに戻って、そこで終わったんやっけ。あ、じゃあもう怪しいやつは退治したわけですね。でもなんか、おっきい声みたいなのが聞こえる、とかなんとか言わんかった。怪物？あれ、なんで凍ったんやっけ、怖っぱ。普通に寒さで？普通に寒さで凍っとったらあれか。マリオも凍るよね。え、これなんかあるんかな？なんか、お？びっくりマーク出たね。マフラーつけてない子と帽子つけてない子がおるんやけど。雪だるまだ。これマフラーと帽子ってどっかでもらえた？もらえんよね、別に。雪だるまだ。これ何もつけてないやつをちょっと攻撃してみるとか。何もだな。雪だるまだ。え、別に何もないのか？何もないのに調べれたりする？絶対なんかあると思うんやけどな。なんかその辺に、帽子とマフラー落ちたりしてない？え、してないな。してないな。え、めっちゃ気になるよね。絶対これつけることない？でも落ちてないな。なんか風で飛ばされて木に引っかかっとるとか。見えねえ。全くもって見えねえ。別にだな。別にか。何も落ちてこ、何？なんか木の上なくなったんやけど、キノコみたいになった。どういうこと？え、なんか手紙出てきたよ。こんなところに手紙をゲット。寒い寒い村の村長への手紙。え、もうこれすぐ届けようや。ちょっと、木がすごい悲惨なことになって。他は？え、別になんもならんな。なんでここだけ？ま、手紙が隠されてましたってこと？ねえねえ、帽子とマフラーはないの？あ、なんか落ちとるよ、ここ。敵よけ色をゲット。なんだ、帽子じゃねえのかよ。色的に帽子かと思ったよ。これは？これも別に、なんもならんな。超殴りまくるやつ。なんもないの。え、絶対あると思ったのに。村長さんに届けてこようや、先に。村長さん、お手紙。よかったらまたこの村に立ち寄ってください。何もない田舎ですが、スリルとサスペンスならいくらでもありますぞ。はっはっは、冗談です。いつでもあったかくお迎えいたしますぞ。そっか、あれか。誰やったっけ？カメキじゃなくて、パレッタ。パレッタじゃないといかんのか。
ちょっと待って。こうか。あなたは寒い寒い村の村長さんですね。私、パレタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。どうぞ。誰から？確かにお届けしました。わしに？おお、吉井村とは。どこにあるかは知りませんが、遠いところからの手紙ですの。え？どこにあるかは知りませんが、知り合いではないの。後からゆっくり読みますわい。寒い中ご苦労様。ええ、内容が気になる。そうだ、これを差し上げましょう。星のかけら、ありがとう。めっちゃ内容気になるんですけど、教えてはもらえないんですね。まあ、個人宛ての手紙やもんね。そっかそっか。村長さん同士が知り合いとかそういうことかな。そういうわけでもないんかな。さあ、進もう進もうじゃ。何もなさそうやし。やめてよ。でもなんか普段の赤いパック、なんか手紙落ちとるんやけど。ちょっと泣いてくれる？星の降る丘の集めるへの手紙。ふんふんふん。君どこまでついてくるの？で、この下の方は？もうワープしとる。特に何？ああ、邪魔だ。邪魔だよ。しかも何？いっぱいいるんですけど、何あれ？逃げよう。めっちゃ逃げよう。何あれ？なんか横に岩まであるけど。何あれ？その岩も敵とみなされる感じ？それは違う。これは2体おるってことなんかな？ちょ、邪魔だって。A か。ねえ、なに？グアオー、これがいいよった怪物か？え、なんかかわいい。引き返すのだ。この先は立ち入り禁止だ。引き返さないと食べちゃうぞ。脅し文句がかわいい。どうだ、恐ろしいだろう。引き返す気になったか。戦いましょう。なんだと？言うこと聞かないと痛い目に合わせるぞ。絶対かわいいやん。この子実はあれじゃない？実はなんか弱いやつなんやない？なんかよくあるやん。こういう感じの。なんかでかく見せる感じの。なんかドラクエでもあったことない？あの、兄弟二人が化け物のふりしとるやつ。あれのやった？イレブンか。一応中ボス的な感じなんかな。じゃあ力を抜いてしとくか。怪物。名前すらもないんよね。怪物っていうんや。オッケーオッケー。イエーイ、攻撃力下がったってことで、まあ普通にパレッタキックでとりあえず様子を見よう。あ、でもな、レサレサに変えとこっかな。なんか技も、え、ゼロ？ん？ゼロ？攻撃力3下げたけどさ、元の攻撃力がめっちゃ低いってこと？どうだ、怖くなってきたか。やっぱり怖くないやつなんやな。何のダメージも受けてないし。なんかあれよね、なんか青いモヤ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 みたいなの出てきたけど、でもなんか攻撃自体も星降らせてきて可愛いし。ハッピー。まあ、パレッタキックでいっか。なんか、かわいい。ダメージ受けた時もかわいい。ほら、なんか効果音までさ、なんか、怪物とっとかいよるとは思えん感じの、キラ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 みたいな。お前の攻撃なんか痛くもかゆくもないぞ。それはこっちのセリフなんだよ。何のダメージも受けてないんだよ。諦めて言うことを聞け。やっぱ絶対弱いやつや。こうやってなんか脅して帰らせようとしよる感じやろ。でも別になんか行方不明になった兄弟みたいな噂も何も聞いてないけどな。え、弱っ。弱っ。うわー、逃げろー。あ、星、え、星、なんかあれやん、誰やった？ティンクルみたいなのがいっぱいおった。
やけん星降らせる攻撃ってこと？